夏の車ってすごいあったかいじゃないですか。なんでこの車内に鶏の卵を置いて車で卵を温めてみようと思います。というわけで、車でね卵を温めているんですけれども、めちゃくちゃ暑いです。ちなみに現在の温度見えるかな、 71.1 度ありますね。めちゃくちゃ暑い。まあ、70度あるとさすがに火が通ると思うんで、ちょっと割ってみようと思います。いや、っていうかね、それ人死にますよね、これ。本当にね、今1分ぐらい乗ってるだけだけど、めちゃくちゃ暑いです。というわけで2時間放置した卵、見事温泉卵になりました。ちょっと待ってるよいや、もう低温調理器として車は使えるということが判明しました。ローストビーフもできそうやな。いやいや、表面だけ焼いて置いといたら70度でいい感じに火が通る。ということで、車で卵を温めると温泉卵になる。夏のイベントとかもね、暑いんで短期間でも車温度上がっちゃうんで、生き物とか持って帰るときは注意しましょう。